楠木正成公がお生まれになったのは永仁2年1294年河内の国赤坂の里でと伝えられていますが、詳しいことはよく分かっていません。楠木の姓はもともと立花氏に連なり、その立花氏は第30代美達天皇を祖とする立花の諸江公に始まります。家業は明らかではありませんが、河内の国を流れる川から新車を採取し、またその川を利用していわゆる輸送運送に似た仕事をしていたようです。もしそうなら畿内一円で今でいう物流と情報のネットワークをしっかり築いていたのではないでしょうか。正成公の誕生について太平記によると、正成公の母が死に山の毘沙門様に100日の間詣でられ、無双を感じられて正成公がお生まれになりました。そのため幼名を多聞と名付けられました。正成公が歴史に登場されるのは、後醍醐天皇が笠置山にこもられた元寇元年1331年からわずか5年に過ぎません。しかしそのご生涯が後の世に与えた影響は計り知れないものがございます。日本人のありようそのものに、文化に、またこの国の姿や国柄を守るようさまざまな影響を与えたのです。鎌倉幕府と朝廷との間が破綻し、後醍醐天皇が笠置山へと移られた元寇元年8月、夢のお告げによって後醍醐天皇は楠木正成公らに命じられました。河内から馳せ参じられた正成公は太平記によると、合戦の習いにて候えば一旦の勝負をば、必ずしもご覧でらるべからず、正成一人いまだ生きてありと聞こしめされ候らば、星雲ついに開かるべしとおぼしめされ候え、と申されました。当時天下の有様は鎌倉幕府の威力に恐れ、他れ一人として天皇に味方するものがありませんでした。そのような時代に、しかもわずか河内の一豪族に過ぎない正成公でありながら、自分がまだ生きているとお聞きになりましたなら星雲は必ず開かれましょう、という実に思い切った大決心を申し上げておられます。正成公はこの時からすでに大義名分をよく心得られ、帝の御ためには一心一家を挙げてご奉公すべし、という一大覚悟を持ち、進んで天下の重きに任じられたのでございましょう。